はいどうも、おもちもちもちももちです。そしてあ、おもちもちもちももちですよ。あ、そうですか。はい、別に、はい、ということでですね、誰かとやるとかじゃないですからこれ、ね、あ、そうですそうです、一人でやりますから、二人で、ね、一人二人で、ね、ポストカードクラフト妻じゃないですかね。違います違います、あの恐れ多い声かけるの。あ、違います違います。あ、沼袋でもないですよね。違います、あのそんな寝落ちに厳しくない。違う違う、あるあるボットじゃない、ね、違えわ。中の人ちゃんといるんだよ。あ、そうですか、ね、いるから西田さん、ね、2人合わせてね、おもちもち気持ち悪い読み方すんなよな。三脚の時にしかつかない、その2人っていうのは。その呼び方しない。三脚、三脚、そう、あの俺一回スマホ三脚でいいよ。お前のアベマ出た時にバズったやつ、お前はがきの値上げの話でコメンテーターに呼ばれて全部郵便学者に持ってかれたやついいよ。あのあれ以来、あの俺の座右の銘はあの郵便になりました。どういうこと、マジで。座右の銘郵便、意味わかんないから。さあ、というわけでね、我はですね、そうね、あの実質一人だから我々っていう言い方しないから、ね、あのおもちもちもちももちっていうね、バット職人なんですけど、バット職人じゃないですよ僕ら。あの本名久保田磯和っていうんですけど、51と書いて磯和って読むあの人あの一郎のバット作ってた、はい、そのくしくも名前と一郎の背番号が同じだった人じゃないでしょ。だから違う、あのはがき職人でね、あの知ってますか皆さん、あの知ってますか、まあ、ラジオ好きな方だったらあのご存知だと思いますけど、まあね、あの大変なんですよ、あのはがき職人もね。大変ですよ、あのおもんないとか、うん、その芸人になる勇気がないとかね、あのいろいろ言われてますけど、そうですよ、ね、大変なんですよマジで、まあ、そうですよ、ね、パルプから繊維を取り出して、ね、ガチのはがき作ろうじゃないよ、ね、ガチのはがきじゃない、牛乳パックを元にして作る人とか、小学校の体験ではがき作ろうみたいなやつじゃない。なんですよ、それちゃんと書いて送ってる人見たことないから、牛乳パック。あ、違いますか。違う違う違う、ね、あ、そう、違います違います、ね、いや、というわけでですね、ちょっと私、はい、ちょっとラジオトークで、うん、はい、レギュラーいただきまして。あ、大嘘ついちゃった、ね、大嘘ついた人だ嘘はいい、大嘘はいけない。あ、でも大嘘ついてもそれを認めてすぐ謝れる大人ってやっぱ偉いですよね。ごめんなさい。いやいや、なんでじゃあ嘘ついたの、ね、違うでしょ、ね、その定期的に音声上げたいみたいな。あ、そうですね、それ言ってたでしょ、ね、まあ、なんかできたらいいんじゃないかとね。そうそう、あの、まあ、いろいろやってるわけじゃないですか、そのはがき職人の割には。そう、割にはね、はがき職人の YouTube とかね、そう、 YouTube とかちょっとあのメディアに出たり、そう、 NHK 出たり、はい、アベマ出たり、まあ、あのラジオトークもちょっと前やってたんですよ、うん、そう、ちょっと前にやってたのね、うん、アカウントだったから消しちゃったから。消すなよ、なんで消しちゃったんだよ。 2,3 回ぐらい止められはしたんですよ。あ、止められたんだ。あ、そうなの。本当に消しますかってね、はい、で後悔しませんねって。カービィのデータ消す時のやつでしょ、それ。桜井正弘作品のデータ消す時。ちょっとまた新しく立ち上げたんですけど、その時に言われる、やっぱり新しさじゃ、新しさがないじゃん。新しささ、新しささがない。新しささもない。新しさ、ささもないってこと？お前七夕目指してる。なんか収録でできたらいいなと思いましてね。あ、そうなんだ。そうなんだ。で二人で喋ったりするでしょ、なんか友達連れてきて。そうね、普通はね。ね、ただ友達いないから。うん。あ、じゃあもう2人になればいいじゃん。ちょっと分かんないけどね、その理屈が。そのであの、まあ、ちょっと聞こえてるかもしれないですけど、うん、あのこれもう一人います後ろに。そうなんだ、これ作家も笑ってますからこれ。だからこのチームおもちもちもちももちで、この3人で仲良くやっていきたいなと思います、うんうん、まあキュッとしたら1人になるんですけどね、うん、1人だから。全曜日更新です。全曜日で全部の曜日ってことこれ。ああ、すみません、間違えました。あの金曜日更新です。どういうこと。この金曜日の下に入ってる点が2つ落ちてて、全曜日2つ床に落ちててね、床に落ちて全曜日ってなってました、ね、やめろよ、合体漢字の雑魚版みたいなやつ。じゃあ毎日更新って書くでしょ、全曜日って書くの。不定期更新ですね。不定期更新なのかよ、はい、ほんで、あの毎日はあの多分持たないと思う。あ、持たないんだ。あ、そうなんだ。あ、その話がどんどん弱くなっちゃうから。ああ、そうね、あの持ち玉少ないからやっぱ素人だから、ね、ただこのお便りとかももらえたら、あのもちろん読みますんで、ね、ああ、でもそうやって今まで来たことないですからね、はい、まあ、あの来なかったらまあ作ります、ね、セルフやらせ、はい、セルフやらせダメよそれ。あの綾小路君丸の2番線になります。綾小路翔だよラジオのやらせが発覚したのは君丸さん漫談してただけだから綾小路ってなんかやりました。綾小路さんは何もやってない。綾野にこだわんなお前。その綾小路綾野は、綾小路綾野はトータルテンボスさんのコントのやつね。綾小路綾野と綾小路浩二っていうの2人。お前さては、手の長いやつね。お笑いファンだな。お笑いファンだよ悪いか、お笑いファンで。お笑い好きなんで。でこのライブ配信なんですけどライブ配信どうするかっていうね。どうするか。あ、だから2人になるってことこれ、うん、2人になれないでしょ、ね、ライブ配信はじゃあこの、うん、頑張って、うん、
こう2人になれるようにじゃあ頑張って、どうやどうやって2人でライブ配信すんのよ、それ無理でしょ。というわけでこうおもちもちもちももちのこれ名前はこれじゃあウフラジでいいですか、前の名前から継続して、あのウフフラジオっていうあの名前が一応ついてたっていうね、このウフフって笑えるラジオにしたいって言ったらそれをイラストでくださった方いますか、うんうん、あ、そうです、くださったんですよ ね、 ね、そうステッカーにもしましたから、もうそれでいきましょう。じゃあウフラジ で、 ウフラジで、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあちょっと最後3人でやっときましょうか。何をせーの、せーの、うん、ラジオ、わかんねえわはいどうも、村村公爵、ね、おもちもちもちももちでしょ、ね、土屋隆之さんの携帯大喜利の時のペンでもいいのよね、笑いの怪物今やってますけど、お前早く見に行けよね、あのお願いします。もち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 ですか、あの、はい、はがき職人っていうね、あの、はい、ラジオにメールとかはがきを投稿する活動をあの主としている、うん、あの獣なんですけど、物でいいよ、あの毛が多いよ毛が、お前ハゲてんのにさ、まあ、あの会社には隠してるじゃないですかあ、ね、あのスパイダーマンみたいにね、ダサいますよね。えそのはがき職人をその会社に隠してやってることをそのスパイダーマンみたいにって例えるのダサい。いやいや別にいいじゃん。でそのあるかもしんないけど、そのスパイダーマンはその自分のことスパイダーマンで隠してやってるみたいなあるかもしんないけど、そのダサいし、そのお前見てないじゃん別に。見てないよ。その友達にその昔そういう例えをされたことをその自分のものみたいにさらっと出してるところはもうあのキモい。お前はキモい、キモくない、ダサキモ、ダサキモ、ダサキモ犬、エスキモ犬みたいに言うなよ。であのエスキモっていうね、あの昔アイスのピノを出してた会社があるんですけど、あのその頃はあの奥の両サイドの蓋がね、あの今森永が作るようになったからあの奥も取りやすいような蓋開けるようにしてくれたんですけど、その当時はその奥の両サイドの蓋が開ききらなかったから、あのピノを取りにくかったですよねみたいな、あのスレッドを立ててこいお前今。俺が立ててくんの？いやだよ俺ミルセンだから。一応つってコメントしてこい。いい自作自演じゃねえかよ。いやだよ恥ずかしい。そんなことやらない。あのまあね、あのハガキ職人をそのテーマにした映画がね、うん、あの公開されてるってことでね、あのすごいですよね。先越されたかーって感じですよね。どの口で言ってんだよ。惜しかったですね。惜しくねえよ全然。全然惜しくない。あとあのかかとの皮一枚ぐらいのね、うん、あのあれだったんですけど、ね。じゃあ分厚いだろじゃあ。首の皮一枚もおかしいから助かったと思う、まあ、これマジな話なんですけど、あの土屋隆之さんをその中学校の頃にオードリーさんのオールナイトニッポンを聞いてて、うん、でそれであのちょっと憧れてた時期みたいなのありましたからね、あまあ、ね、これマジなやつね、うん、大マジで、あの、うん、生活の記録みたいなね、あの毎日この先生に提出する日誌みたいなのがあって、この時間割とか書いてそのなんか感想みたいなの書くのよ、その1日の、うん、だそこのスペースに、うん、まんまその土屋隆之さんのネタを写して出したりとかしてたすごいよな、漫才書き起こす芸人みたいなことしてる、頭おかしくなったみたいな書かれてましたから、あ書かれたね赤ペンでね。でその土屋さんはそっから作家になったじゃないですか。そうね、ね、うん、で他にもなんかそういう人多いじゃん、うん、いろいろ、ジャーゲジョージさんとか、あ懐かしい、ね、うん、あとあの豆山ビーンさんとかね、すごいよね、うん、あとあの田村 R さんっていう人もね、うん、あの名前聞いたことは前からあって、そのなんか聞いたことあったんだけど、うん、前そのハガキが値上がりするっていう話をね、そのなんかアベマの報道で取り上げるっていうの、うん、そのアベマに呼ばれてコメンテーターとして、その俺がそのリモートでね、そのハガキ職人として参加したんだけど、なんでだよあれ、その時にそのスタジオにコメンテーターとして来てたの、俺はリモートだったけど、その田村アルさんはそのスタジオに来てて、うん、そうスタジオとリモートでね、なんだけどそのハガキ職人はあんまその話に絡めなかったのよ。そうね、その郵便学者とその別のコメンテーターがバーって喋る感じになってて、郵便学者ってその田村アルさんがそこの間に挟まれてる感じだったのね真ん中にね、その喋ってる側の方の人にその首がこうキョロ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 こう動いてて、あのマジであのテニスの審判みたいなってそこ見てやんのよお前リモートでよかった、俺もいたとか2人でキョロキョロしてる感じだったの、アニメじゃんアニメアニメみたいなみたいなね、作家になる人もいるし、うん、あと芸人になる人もいるじゃん、うん、キリンの川島さんとか、あのトンツカタンの森本さんとか、そうね、あの辺そうだよ ね、うん、すごいよねあっさあっさ俺一回 NSC 行っててさ、うん、でその卒業しててさ、その41期で同期が深夜とかキャツミとか白桃ピッチヨピピとか三遊間とかさ、うん、いるけどさ早口言葉みたいな、うん、であの俺はもうあんまりやってないけど、その舞台もうたまに立ってさ、だから、ね、うん、今もたまに行くぐらいだけどさ、まあね、で、あの飛んだけど作家もやっててさ、飛ぶなよ、ね、作家を、そのだから一応どっちも作家飛ぶなよ、見たっちゃ見てるからさ、うん、このなんか見てんのね、全部違うよなって思うよね、ああまあそうね、その、うん、大喜利行くけどねたまにね、その受けやすい回答の方向性とかさ、あとその喋り方とかその顔とかさ、あと人柄をこうどう認知させていくかとかさ、そうね、うん、もう全部違うね、だからその本当に面白い人って本当にすごいんだろうなって、あのどこにでも適応できると、うん、俺もそうなりたいなと思ってさ、はいはいはい、そうね、そうなりたい、ちょっと
ダイエットするわ。あ、まずそこなんだ。そこなんだ。ダイエットして、で、あの丸眼鏡する、うん、あの流行りの、流行りなんだそれ。そんで髪型若干マッシュみたいにしてさ、でシュッとしてさ、そう、たまに見るけど。でもルックス的にはやっぱりそのハガキ職人だなって思われる方に寄せてった方が早いっぽいよ俺は。ああ、だからそう向きなんだ。そう、でもモテる感じじゃないじゃん、その一軍の感じじゃないから、まあまあまあ、モテてないからね実際。だからその、うん、目指すべき場所に近いのはそういうとこかなって思って。ああ、そう、そうか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 、はい。そんで発信することもさ、そのなんか YouTube とかこういうのだとさ、うん、まあ、こう自由にやってるけどさ、うん、やっぱりその人が多いとこだとこうなかなかそれが出ないからさ、だからそのいろいろさしたいこともあったりとかするけどさ、うん、なんかそう、それがちょっといろいろごっちゃーってなってさ、うん、ちょっと最近さ、ちょっとここ最近病んでたのね。ああ、そうね。そんで、そうね、だったんだけど、その R1 でさ、あの川崎でしたさんがさ、うん、あの1回戦落ちたっつって、あのめっちゃ闇ついしてたんだけどさ、うん、あのそれ見てちょっと元気出たの。なんで元気出んだよ。元気出んなよお前。まあその何回かご一緒させてもらったことあるんでね。ああそう、うん、その頑張ってくださいとかじゃないよな。ああそうね、なんか 偉そうになっちゃうしね、うん、だその会社員しながらお笑いされてる方ですからね。そうね、だその似てるというかね、うん、だか目指すとこでもあるからね。あ、その近いことをお前が近いスタンスを取りたいからさ、うん、ああそっかそっかそっか、なるほどな。でだからそのお前は、うん、その仕事とその家事とか、うん、そういうの全部やって、うん、であの俺はあのお笑い系のこと全部やるわ。いやいや、俺のことパーマンのコピーロボットみたいに扱うなよお前。はい、エルトベールです。そしてこいつが、あ、別にアーファンじゃないよ俺別に。おもちもちもちももちです。ということで、今日も鋼鉄の魔女を攻略していきたいと思います。なんでサスケ実況何回かに分けて撮ってんだよな。違うでしょ、おもちもちもちももちのやつ、ね、ということで、あのあるある、あ、間違えた、あの、うん、おもちもちもちももちなんですけども、うん、ね、あのあるあるボットじゃないですよ、あるあるボットも、どういうこと、さあ、第3回エルトベールアンファンのボケして、あるあるボット一品、ちょっと意味が分かんない、楽しいです。あ、楽しいんだ。あ、楽しかった。よかったね、楽しいんだ。第3回だったけども、そう、うん、はい、成人式真っ盛りじゃないですか今。撮ってる日はね、1月8日月曜日3本まとめ撮りしてる。月分まとめ撮りしました、ね、うん、まとめ撮りね、はい、そのなんか業界みたいなことして。2月以降やるかあなた次第ですよ。うるせえ、ね、うるせえ、あの皆さんの反応次第です、ね、楽しかったよ、ますよ。じゃあ おめえじゃねえ、楽しかったよ、ということで、あの成人式はもう僕はもう8年前ですか、うん、8年前、1995年生まれですから、ね、1995 1984 だろお前。アンディ・モリさんのファンファーレと親たちが追いかけた白人たちがロックスターを追いかけたで、うん、あったけど、どういう状態ね、あったけどね、うん、その誰を追いかけてるんだろう結果的にどうなってんだろう本当に。あの大きな株みたいなことあったじゃん、小山田宗平さんがその株を引き抜いてるって話、うん、違うよ。違うし、あの成人式の話ね、これあのまあ、あの流れてる頃にはあの成人式過ぎてるから、そのだからその学生時代の話しようとか、そのそういう規定を聞かしてその言ってたんだけど、そういう気が利かないところがお前社会人としてそのダメなんじゃないですか、ね、なんでそういうこと言うの。何そういう厳しいこと言うのお前ね。というか、あの学生時代ね、小中ね、高大だのメイン、うん、小中のことあんま学生時代として思わない。ああそう、うん、じゃあの小中高大ですね、高州高大みたいに言うなよ、ね、中国のサッカーチームの前高州高大みたいに。いやでも本当その恵まれない生活でしたよね。ああまあね、そのもっと充実しててもよかったなと思いますよね。本当毎日あの目指し食ってました、ね、ああ金銭的な話あの金銭的には不自由してなかったよ、あの一人っ子だったし俺ら。まあまあまあ、そうかそうか、そうそうそう、ね、そう間違ってますから。そう、あの高校の頃にそのラグビー部のキャプテンしてて、うん、そうね、そうそうそう、ね、うん、あと大学でアメフト部のキャプテンやってた、うん、ああそうね、そうそうそうだったよ、ね、うん、でこの高校大学の3、4年後7年間7年間、ね、うん、彼女なし、うん、なぜに、ね、なぜに、マジでなぜにだよ、ね、性格終わってるか極端にブスかのどっちかだよだし、そのどっちもの可能性あるしな。そうどっちもの可能性ある。なんかさ、うん、あの高校の時さ、うん、あの教室 の、うん、あの一番奥 の、 あの準備室、はい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 、うん、あそこさ、なんかさ、うん、あの早めに登校してた、あのしてきたあのリア充カップルが、うん、リア充カップルがイチャつきながら、あの、うん、なんか勉強教え合いっこするスペースだったってさ、うん、あの卒業式の前日に知ったよな。知ったよな。でさ、そのなんかさ、あのめっちゃ可愛かったらさ、あの下手したら学年一可愛かったかなこちゃんって子さ、うん、あの成人式の後の同窓会で会ったら睨まれたよな、なんかな。睨まれたよな。睨まれたよなあれ。あの子さ、まあ、ちゃんめっちゃ仲良くしてくれてたじゃん。うん、
してたし、その、うん、それもなんか俺が面白いからみたいな感じっぽい理由でさ、そうそうよ、そう話してくれたりとかしてた、うん、そうそうそうしてたしてた、うん、でそのこのクラス の, その高3の時にさ、うん、その隣の席でそのいらなくなった余りのプリントをそのくしゃくしゃに丸めてたら、そうそうそう、ね、シャーペンをね、うん、このバットみたいにして構えて待ってるわけです、このタフィーローズみたいに、タフィーローズみたいに、ね、そうで元近鉄巨人の内海哲也みたいなフォームで俺が投げたら空振りしてめっちゃ笑ってんの、うん、マジで可愛かったの、可愛い可愛い、うん、可愛い、うん、可愛かった。でさ、その大学行ってから、うん、そのね、もうツイッターの名前とか検索したらさ、うん、あのそのままの名前じゃやってなかったから出てこなかったんだけど、その子の名前を入れて検索して、なんかその、うん、その子の同級生がリプライで送ってる中にその子の名前が入ってるみたいなところから、そこのリプライのついてるこのアカウント名とかからこういろいろサーチしてなんだかんだで、その子があのローマ字のアルファベットだけでやってるアカウント名でツイッターをやってるところまでこぎつけて、プロセスをそれ見たんだけど、その鍵アカだからその子のツイート内容見れないから、毎回その月に1回ぐらいのペースでその子の名前を検索して、その子のアカウントとかに行って、あ、今日もトップがあるね、下手変わってないねっていうのを見るっていう動きあったよな。いや、キモいわなあしてたよなで、その俺も同調できねえ、それ。でもさ、そのできない、うん、まあ俺でも高校ぐらいからもう、中学ぐらいかからもうハゲててさ、でしかもそのでかかったけど、まあ言ったらデブだったじゃん、ね、まあまあまあね、まあね、でもこれ今さ、その AGN の治療もしてさ、うん、まあ、100万かかったけど、そのけど、ね、であと関東手術で220万ぼったくらいで消費者センターに電話してるけど、そうよ、ね、うん、でちょっと痩せてきたじゃん、正直、まあまあまあな、だからその、うん、まあな、うん、逆に若返ったよな逆に若返ったね。その時の当時の見た目で40、50代に見えてたとしたらさ、かそのちゃんと20代後半に見えるようになりつつあるという点で、これ俺たちは若返ったの、若返ったのか、でも俺たちというか俺ね、そうか、そう、うん、まあね、これを俺はこのリアルベンジャミンバトンと呼びたい。どういうことだよ。で最後赤ちゃんになるってこと。そんでその NSC の時もさ、そのキャツミとそのライブ終わりさ、その出てきて劇場から、うん、で俺がそのスタッフだと間違われてその写真を撮ってあげたりとかしたこともあったじゃん。うん、あったあった、ね、うん、あったよ。うん、もうこれからはその俺がモテる番、うん、ね、まあじゃあキモいけどね。うん、そのもうモテてモテて、うん、その女の子をギャーギャー言わして、ダメージ与えてる、キャーキャー言わせる。ファン食いまくろうぜ。最悪だお前。絶対やんなよお前。